いくら油を刺しても機械に家族なんかできませんよ。ん、そろそろ始まりますね。オペレーター210から9S へ、聞こえてますか？聞こえてますよ。夜波部隊降下作戦が開始されました。速やかに敵拠点の防衛システムを解除してください。了解しました。4箇所、目標の周囲には敵の反応がありますので、まず排除してください。目標へのアクセスが可能になりました。はいはい。範囲は1回でいいです。はい。ハッキング完了。次の目標へ向かってください。ハッキング完了。残り1箇所です。いやー、意外と面倒くさいですね。作戦中の事後は認められません。はーい。敵防衛システムのハッキングを完了しました。これで攻撃部隊の侵入が可能になります。引き続き侵入した攻撃部隊の支援に当たってください。ヨルハ攻撃部隊の侵入を確認しました。しかし残存機体は1機のみ。1機？それはまた大変だ。敵防衛兵器によって苦戦しているようです。ああ、すごいのが暴れてますね。ミサイル発射。見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。トゥビー、どうしたの？敵大型兵器と交戦に入った模様。援護しなきゃ。急ごう。状況は？これが目標の超大型兵器。破壊する。援護します。報告。
敵機体解析完了。侵入経路及び脆弱点を発見。 APUD 表示。ハッキングして弱体化させる。音声ユニット回復。周辺環境を確認。ナイエス！今から修復する。ボット！止血シェルとロンリーウィル。敵兵器の接近を確認。迎撃する。敵機体に脆弱性を発見。トゥービー、敵機体の脆弱性を発見しました。今から援護のためにハッキングします。トゥービー、敵機体の上腕部のコントロールをポットを使って制御取れるはず。いいから黙って。制御システムを奪う。了解。敵サブユニット侵入。挙動テーブル変更終了。姿勢制御バーニアコントロール。敵兵器の従属化を完了。 2B、 敵ユニットのダッシュに成功。引き続き防衛継続。2B のデータパッケージをアップロード開始。警告、機体ナイエスのデータパッケージが未更新。いいんだ、先に 2B のデータをアップしてくれ。了解。そろそろ時間だな。 2B さんのセットアップを手伝いに行かなきゃな。多分もう部屋で待ってるだろうな。失礼します。あ、もう始めてるみたいですね。2B さん、聞こえますか？起動セットアップを始めますね。まずシステムの明度設定を確認してください。それでは早速。おはようございます。ナインエス。司令官からの命令で 2B さんのメンテナンスを担当することになったんです。これから定期的にチェックしますね。あ、そうだ、司令官が呼んでたから一緒に行きましょう。 2B さん、あ、いや 2B。 地上にいるレジスタンスたちと合流し情報収集をしてくれ。
オペレーター 210 より 9S 定期連絡を行います。はい、こちら 9S、 異常ありません。いや、今日も天気が良くて。異常なしとのこと、了解しました。天気の情報は必要ありません。以上です。いや、オペレーターさん相変わらず硬いな。そこがいいところな気もしますけど。オペレーターより 9S へ、レジスタンスリーダーより指定のあった場所の座標データを転送します。さすがオペレーターさん、仕事が早いですね。無駄口を叩いていると不必要にエネルギー消費されます。作戦行動に関係のない発言は控えてください。はい、砂で滑りますね。敵の反応が近づきました。気をつけましょう。遠い昔、山が噴火しました。噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、悲しみを、怒りを、羞恥を、孤独を、未来を、生きる意味を。姿を真似するんでしょうか。こちら随行支援ユニットボッド042、操作主権は 2B にセットされている。こちら随行支援ユニットボッド153、操作主権は 9S にセットされている。要請、戦闘データの交換。承認。提案、効率化のために諸データの交換を随時行うこと。承認。効率化のために諸データの交換を随時行う。以上。機械は見つけました。それを機械は宝物と呼んでいました。宝物の形はみんな違いました。宝物の形はみんな違いました。敵からのハッキングです。電脳内でダメージを受けると機体に不具合が生じるから気をつけて。トゥビー、私は、私は恥ずかしくない。敵のハッキングパターンの解析が進みました。僕は相手に逆ハッキングを仕掛けます。援護してください。了解。Thank you.
行け。あの機械生命体、なんだか不思議なことを言ってました。まるで感情が。機械生命体に意識なんかない、そう言ったのはあなたよ、ナインエス。そうですね。なあ兄ちゃん、なんで下着なんて面倒なものを履く必要があるんだ？記録によると、人間は股間を隠して生きていたそうだ。股間を露出するのは問題のある行為とされていたらしい。黙って履いてろ、イブ。わかったよ。でも、なんでこの植物を食わなくちゃいけないんだ？俺たち機械生命体は、こんなの食わなくても動けるよ。これは果実の一種だ。何でも人はこれを食べることで知性を得ることができたらしい。ガタガタ言わずに黙って食べろ。
分かったよ。兄ちゃんが言うのなら食べるよ。でもこれが終わったら一緒に遊んでくれる？ああじゃあ頑張って食べるよ。オペレーター210より連絡 9S。 悪いニュースと良いニュースがそれぞれ一つずつ。まず巨大兵器は2体存在することを確認。2体？あんなのか。次は良いニュース。前回の巨大兵器との戦闘データから敵兵器装甲を分析、弱点と思われる箇所の特定に成功しました。また得られたデータを元にした射撃ユニットの改良が完了。搭載した飛行ユニットを配置します。さすがは夜は開発部。マップデータを確認してください。了解しました。ネットワークから切り離された機械生命体はいるの？この村以外ですか。先日お二人に倒していただいた遊園地の歌姫がそうでしたね。歌姫？あれが？あとは森の国にもいるのですが。森の国？この近くに広い森があるのですが、そこに機械生命体たちが集まって国を作っているのです。とても排他的なグループで我々が近づくこともできません。場所は？廃墟都市の北東にあります。大きな商業施設の廃墟から行けるはずですが、あの辺りは最近物騒なのでお気をつけください。森の国、調べてみる価値はありそうですね。敵アンドロイド戦闘状態、起動。我らが配備されたこの森、湿度が高く不衛生であり、機械生命体には過酷な環境。あまりといえばあまりな境遇。我は決意した。この地を我らの王国とし、独立を宣言する。王国って何なんですか？王国とは大きな家のようなものだ。そして国民とは家族のようなものだ。家族いいかもしんねえな。なんだ、いいかもしんねえな。わしらを
この子を次の王様に育てる大事な任務だね。ちゃんと育ててやらねばな。ちゃんと守ってやらねばな。パスカルのところに A2 の情報を聞きに行こう。何か知ってるかもしれない。わかった。雨の日も風の日も嵐の日も雷の日も燃え上がる戦場の炎の下でもその者たちはいつも一緒でした。どうしてだか理由は分かりませんでしたが、いつも寄り添って生きていました。いつまでも、いつまでも。ですよ。ここを離脱しましょう。トゥービー、ちょっと思いついたことがあります。ここで怪獣を食い止めておいてください。頼みましたよ。予定だったミサイルを使用できないか試してみます。コントロールを妨害されないよう敵の背面にある EMP 攻撃ユニットを破壊しておいてください。了解。ミサイルコントロール起動、発射準備。ミサイルコントロール開始、確認、発射可能状態。発射。姿勢制御がこんなに重いなんて。警告、障害物に注意、接触すると重大な事故につながる恐れ。分かってるって。
言いました。その子はいい子になろうと頑張りました。でもその子はうまくいい子にはなれませんでした。その子はいらない子だと言われました。その子は深い海に捨てられました。深い海の中でその子は叫びます。お母さん、お母さん、お母さん、お母さん。その子の声がお母さんに届くことはありませんでした。
記憶エリア。はいはい。はいは一度で認識可能。はい。記憶エリアチェック完了。問題なし。了解。検査推奨。視覚センサー処理系。はい。視覚センサー処理系チェック完了。問題なし。全チェック完了。ようやく全部のチェックが終わった。データオーバーホールとかやりすぎだよ。機体 9S は敵に旅客され長時間の操作不能状態にあった。その間に敵のロンリウイルスの潜伏を許してしまった可能性が。分かった分かった。あとはバンカーのサーバーとデータを同期したら終わりだね。何今の。不明。データ同期を中止。警告。データ同期は全ルーハ機体の義務工程。不明瞭なノイズがあったからね。 2B のデータ同期プロセスも一旦保留しておいて。了解。万全を期するためにデータノイズの原因を探す。サーバーへのポートを開いて。全部調べるのは無理だな。重要なポイントに絞って調べよう。検出。ヨルハ機体保管記録。こんなに厳重に防御する意味って何だろう。ブラックボックスに関する情報だけ全部潰されてる。検出。月面の人類会議サーバーへのポートログ。どうして防壁がこんなところに。これは月面への資材搬入記録か。でも変だな。空のコンテナがやたらある。なんでこんな無意味なことしてるんだろう。新しいポートが開いた。検出。人類会議及び夜波計画記録インデックス。警告。当該データへのアクセスは許可されていない。変なデータが多すぎる。このデータも調べないとダメだ。攻撃型の防壁。こんなのをサーバー内部に設置するなんて。このデータ、ヨルハ計画の中に
人類会議策定の見出しが入ってる。これじゃ順番が逆。アマトの戦いと冒険を経て預言者は言う。ああ万事の慈悲を、ああ天上の喜びを、鉄の組織から解き放たれ私たちの魂は今の一体クソ見つかった。緊急援護申請。サーバー切断、ボディユニット起動。了解。9S オペレーターさん、何があったの？実は廃工場エリア全域に機械生命体の反応多数確認。その後 2B から支援要請があったけれど電波状況が悪く。分かった、こっちも大型ターミナルからアクセスしてみる。申請、サーバー管理室の利用。申請の許可を確認。この部屋2B のブラックボックス信号健在。よかった、通常通信は不調。向こうに直接侵入して操作するしかない。システム掌握 50%、 あとはこのコアさえ何とかすれば 90%、 90、 95。電源供給を停止させました。 2B、 あまたの戦いと冒険を経て預言者は言う。ああ、大地の慈悲を、ああ天上の喜びを、鉄のくびきから解き放たれ私たちの魂は救済されるだろう。永遠に、永遠に。
今のは月面サーバーで聞いた言葉。どうして？報告、 2B による敵大型兵器の撃破。ああ、そうか、わかった。9S 司令官、すまないが司令部まで来てくれ。了解しました。君がメインサーバーにアクセスしていた痕跡が残っていた。そのことで聞きたいことがあります、司令官。ヨルハ計画の中に月面人類会議の設立記録がありました。これじゃ順番が逆です。まるで僕たちヨルハ部隊が人類会議を作ったかのような。その通りだ。月面の人類会議サーバーは我々が設置した。じゃあ人類はもういない。正確に言えば人類は月には行っていない。月からの通信はプログラムで用意されたダミーに過ぎない。月に残っているのはわずかな人類の遺伝子情報だけだ。なんでそんなことを？異星人が襲来した時にはすでに人類は滅亡してしまっていた。このチップに全ての記録を保存してある。興味があるなら見てみればいい。どうしてこれを僕に？理由なく戦える者などいない。我々には命を捧げるに値する神が必要なのだ。自分で決めるんだな、これからどうするか。どうして、どうして死んだんだ兄ちゃん。どうしてなんだよ。やる。人類がもういない。 2B に何て言えば。戦闘配置、行かなきゃ。司令員、9S に出撃命令。レジスタンスキャンプ付近の 2B を支援せよ。詳細状況。廃墟都市エリア全体に暴走した機械生命体が大量に出現。そんな、敵は弱体化したはずじゃ。原因は不明。大型兵器も確認されているため速やかな対処が望まれる。電波障害のため通信不可能。急がなきゃ。大丈夫？いや、命中して
よく。俺は全部全部破壊してやる。消えてなくなる。気にして停止させてみる。トゥビー援護して。了解。行かない。敵にとっては兄ちゃんだけが、兄ちゃんといることだけが生きてる意味だった。警告、ヨルハキ隊ナインエスの自破データの汚染を検知、推奨早急な退避と治療。あと少し。イブの持つオブジェクトコントロール機能を奪えれば。ねえ兄ちゃん、僕戦うことは嫌いじゃないよ。だけど兄ちゃんが傷つくのは嫌だよ。兄ちゃんがいなくなるのはもっと嫌だ。だから二人でどこか静かな場所に。兄ちゃん、イブラトゥビしちゃった。イブのネットワーク分離時に物理汚染されちゃったみたい。そんな。大丈夫、バンカーにあるデータで巻き戻ることはできるから。でもそれじゃ今の君は戻ってこない。そうだね。汚染データをバンカーにアップロードするわけにもいかないか。ハイエス、
僕、パーソナルデータを機械生命体側に残していたみたいで、なんか気づいたら周囲のネットワークの上で自我が再形成されたんだ。こうやって複数の自我が統合されていくのは貴重な体験だから記録しておきたいんだけど、まだ保存領域へのアクセスができてなくて、とりあえずこの辺りにある敵のメモリーに多重化して保存しておいた後に、僕が自分のボディに戻れた。アイエス、よかった。うん、こうやってアダムとイブをめぐる最後の戦いは終わった。この戦いは戦局に大きな影響をもたらすだろう。僕と 2B の戦いもこの後まだしばらく続くんだけど、それはまた別の話。準備行動を完了。最終確認。自室に配備された装備。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類